名工バス株式会社は、和歌山県西室郡白浜町に本社を置くバス、事業者。近鉄グループに属するが、南海電気鉄道の大株主となっている。同社は、和歌山県において、西室郡白浜町全域、田辺市、日高郡南辺町の一部といった、紀伊半島のほぼ中心部を一般路線の事業エリアとしており、 田辺市内と白浜町内を中心に運行している。三段壁熊野古道、スーパーエクスプレスが、新宮市の新宮駅まで運行している。かつての最北は、稲見町の稲見浜まであり、五ぼ南海バスとの接続も行っていたが、路線縮小により現在に至る。21世紀に入って、半和自動車道の南進など高速道路整備が、急速に進んだことにより、 白浜町、田辺市、南部町から、半和自動車道を経て、大阪市、京都市、横浜市、東京都、埼玉市に至る、各種高速バスを運行している。団体貸切輸送、及び、地方自治体より委託された、コミュニティバスの運行を受託しており、2009年10月1日からは、西日本 JR バスが廃止した、熊野線の代替輸送も行っている。 現行路線白浜駅発着路線田辺白浜線、地域間感染系統として、国、和歌山県の補助を受ける。木田辺駅発着路線廃止路線、区間長野線と福恩線は、翌日から、竜神バスが、大体運行している。現行路線大阪方面、京都方面、横浜、東京、埼玉方面、PR シンボルキャラクター我がパンが描かれた。 ホワイトビーチシャトル廃止路線2007年3月31日、現在、路線バスとしては43台の車両を保有する。うちのステップバスは4台、低床バスは5台。特殊用途車を除き、路線、高速、貸切車はすべて、日の自動車制を使用。自社購入者に加え、かつては、京阪バスや大阪市交通局の移籍車両が多く、在籍していたが、 近年は、系列会社である、近鉄バスから移籍してくる傾向にあり、近鉄バス時代の塗装を変えず社名表記だけ変更して使用しているものもある。一方で、名工バスから、傍聴交通へ移籍した車両もあり、名工バス時代の塗装のまま稼働している。ありがとうございます。